えっと、ここからはこの北谷集落の取り組みということで、えっと、山本さんが多、えー、田さんが地震が起きてから多田さんが来るまでのです <laughs> 2004年から2010年で後半で多田さんが、えー、2010年から今に至るまでのこの北谷のような取り組みの話をし、えー、ていただきます。

はい。それでは皆さん、どうも、こんにちは。えっ、ー、と、今紹介いただきました、えー、特定地域おこし、特定、えー、なんだ、AD 活動法人地域おこし、あの、お代表理事の、来、去年まで代表理事をしていた山本と言います。どうぞよろしくお願いします。あのー、 えっと、俺もう少し時間が短いかなと思って、短めのスライドを準備してきたんで、まだ。えー、っと、まあこれ、まあ皆さん、見てわかりますよね。えー、十日町はああ、あれ、あれ、亀虫か。<laughs> えー、徳川市、あの、そこですね。はい。えー、っと、これが、池谷集落全、全県になりますああ。その前にですね、えー、私は、あの、池谷集落の人間ではなくて、この隣にある、入山っていうところなんです。 で、あのー、実はこの文校に、小学校1年生から6年生まで、まあ6年間通った、えー、ここの卒業生です。で自分が、あのー、帰っていた時は、こんな立派な体育館はなくて、えー、校舎の1階に、その広い広間があって、まあ要するにそこが運動場。で、2階に教室がある。 えー、で、1年生から6年生までいるんだけど、先生は2人しかいない。なので、1,2,3年が1クラス。で、3、4、5年が、四五6年が1クラスと。要するに3、3部1式とか、複々式とかいうやつですね。あの、もう自分はそういうところで6年間そうしました。だから先生は1クラスに1人しかいないんで、 あの、同時に三、三学年教えるわけにいかないんですね。だから、あのー、例えば、二年生、三年生に先生が関わっているときは、誰か一人、一年生の先生代わりをやらせるわけですあのー、それはあのー、隣の四5 6年のクラスもまあ似たようなもんです。だから、あのー、 なんて言いますかね。あの、ま、あ小さい学校って意外と、皆さん敬遠するんですけど、実はそうじゃなくて、その、下の子供たちも面倒み面倒を見るっていう、そういう団結力っていうかね、あの、すごくその養われて、えー、非常にあの、自分はい、いやなんて言いますかね、良かったなと思っています。あの、そう、こういう小さいの学校分、文校に住むことで、 あの、失敗したなんてことは全然なかったよね。あの、自分は良かったと思ってます。で、この入山、まあ、歩いて10分か10分くらいなんですが、池谷と入山っていうのは、その非常に結びつきが強くて、例えば公民館も、池入り公民館というのは、すごいあの、看板が下がってますし、えー、運動会なんかも全部ここで、あの、池谷と入山の運動会もやった。えスキー大会もやる。 えー、消防団も一緒ですね。まあ、だから、非常に結びつきが強かったところなんですよね。で、これが、えー、池谷集落、えー、当時、まあ、いや、当時っていうか、えー、私らが証拠入ったばっかの頃は、37件あるんですよね。入山は15件です。で、あの、この写真の中で、 あの、左側の一番上に、ポつんと小さな赤い屋根がありますよねそ。それがここなんです。はいはい。これはあの山の向こうから、山の向こう側から撮った写真で、えー、非常にこう、これ、いい写真でしょ池田にはこういうところです。で。 もう少し詳しく。えっと、これが、これはね、この山の上から撮った写真ですね。これ、うん、で、あの、今、現代表理事の、えー、ただ、たださん一家は、この下の青い屋根、ここに住んで、<ー>住んでます。えで、これが冬の写真ですね。 あの、もう、一回部分がほとんど渦もれるっていう、まあ、半端ない豪雪地帯。ただし、最近は雪が少なくて、えぇ、ー、イノシシが増えて困っています。で、これがね、2005年っていうのは、要するに震災、地震があった2 0 0年の翌年、その次の冬ですね、10月に地震があった。で、あの、二月に、 えー、撮影した写真なんですが、これ実は2階から出入りするんですよ。あの、いい1階までその、いこの間、ここから、まあそこまでね、1階部分この雪を掘り上げるというのは非常に大変すぎて、まあ2階から入ればいいじゃないかっていう、そういう感じですかね。 えー、これ、池谷集落の人口推移なんですが、昭和35年、えー、これ、あの、国勢調査から取った数字なんですが、まあ、今から60、えーうん、これ、いつまでだれたかな、もうこれから、もう2年ぐらい経って、 たってるんで、まあ、要するに六十数年前ですね。その頃は、211人住んでいた。で、そうですね。えー、えー、と、震災の時は、の数字をねのか、あの、まあ、いずれにしてもですね、一番、 一番減ったのが、うん、平成22年に17人となってますよね。で、実はこれよりも,もっと減ったのが、あのー、えっと、平成19年だったかな。19年頃に、 もっとお年寄りがなくなって、で子供たちが相当出て、一番減ったのはね、あの、6件13人です。だから、えっ、ー、と、うん、37推定約211人、200人以上いたのが、の約60年、50年、60年経って、えー、最低が、その6県13人という、 集落だったんです。まあ、つまりそういう集落に、その、中立地震というのが、来てしまった。うんこれあの、えー、平成、うん ?2004 年、平成16年ですよね。あのー、10月23日。 で、まあ、これあの、まあ、一つのグラフなんですが、ま、あめちゃくちゃ減ってるわけですね。これあの、池谷集落だけではなくて、まあ、この辺の、えー、中山間地は、ま、あ大体このような数字になっているわけです。これあの、隣の入山集落です。入山集落は、まあ、同じ、えー 昭和35年、95人いたんですよ。それが、平、えー、っとね、平成元年の年に平村要するに、一人もいなくなった。15件あったんだけど、えー、全部里場に降りてしまった。という、そういうところです。で、あのー、 まあ、ここに書いてある通りなんですが、えー、と、これあの、グラフを作る年度によって、どんどん数字が変わっちゃうんではないんですけども、1 9 6 4年36件211人いたのが、えー、2009年には6件13人に減ってしまったと。 いうことですね。で、入山は同じように、えー、1960年に重故件95名いたのが、1989年、平成元年には廃村になってしまった。いうところです。であの、えっと、2019年には、実世帯、 プラス民宿一軒で23人、一番多い時はに約25人ぐらいに吹,吹いたんですよ、えー。それをもってして、あの、ある大学の先生が奇跡の集落だというふうに、えー、言われた、えー。ということで、その奇跡の集落という、えー、実は本があるんですが、田さんコ、コマーシャルやってください。<laughs> と、えー、というところですね、まあ、ここにこういうそのあの中越地震が発生したということで、えーまあ、こんな感じですかね、あのこれはあのこの左側の写真は入山のこう自分が撮った写真ですこれ池谷の鳥居がもう続いてしまった。 あのこういう感じですねあいきなりの鳥居,の写鳥居はですね、えー、なんとあの集落出身の都,都会に出た大勢の方々に、えー、いきなりが大変なことになってしまったこの村を存続させるために鳥居をなんとか直して頑張りたいという手紙をいっぱいこと送ってあのあ 相当な反応がありましてですね、えー、これは無事にあのし直しました、えー。で、この当時ですね、こ震災をきっかけに8軒から2軒、6軒、2世帯村を降りちゃったでも。いやー、これはもう、もう村を畳むしかないかなと。であのえー 何日かはですね、ここから、その、えー、車で10分くらい離れている、あの、飛び当たり第一小学校、ここの文校の本校ですね。そこに、もう、この地域の人、全員そこで、全村避難、ということで集められて、その当時、本当にはもう、これ、駅団にはもう終わりじゃないかなと。もう村を畳むしかないかなと。 いうふうなことが、誰も口には言えないんですよ。言えないけど、心の中で、そういうふうにこう、思っていた。もう終わりかなと。という、あの、感じだった。で、あのー、地域おこしのきっかけ、ということなんですが、あのー、 結構話すすと長いんですよね、えー、実は 2000, 2000年これ震災が来る約4年くらい前にあの実は東京都に住んでいる日本画家の A さんという方の出会いがあったその A さんというイカキさんは、まあ、日本画のイカキさんですねあの日本の農村農業にこう危機感を持つ人で日本の農業を 農業、農村も自分が絵を描くことで応援したいっていう、まあ、ちょっと、え、一風変わった人です。2001年に、このまあに、出会いの翌年にですね、あの、石山の作業小屋、これ、あの、私の作業小屋なんですが、そこの2階をアトリエ代わりとして貸してもらいたいっていう、その申し出がありました。 えー、それ、ま、いろいろ話をしてみて、私は、それを、えー、わかりました、と。いうことで提起をしたわけです。で、そういう中で、2004年にその中立地震が起きて、えー、非常にこう、自分も、えー、ど,どう、どういう表現をしたらいいですかね、あの、 うんもう田んぼ自分を辞めた方がいい,んじゃない,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 いかなとまあでもこれで辞めるのも悔しいなと、あのー、今から20年前ですね当時その今頃、まあ、震災が起きて、まあ、何日も経ってないまだその自分の車庫にテントを張って家の中が怖くて入れないんで、えー、しょっちゅうこの余震が来て あの、なかなか夜もよく寝られない。で頭の中では、その田んぼ、うん、壊れた田んぼをこう自分が見に行ってど、どうしたらいいんだろうか、もう本当に東方に暮れていた、そういう時期だったんですが、この伊きさんがね、えー、都会からその、要するにその都市が持つ力を読み込めば、 大きな可能性があると。復興のための可能性があると。ということを話をしてくれまして。で、この国際犬事号 j というところに死因を要請したわけです。えーまあ、最初はね、自分はそんなこと言ったててって、j というのが何,何もなかったのを最初は全く知らなかったんで、えー、分からなかったんですが、 まあ最初はそんなに乗り気ではなかった。でも、その震災復興と同時に地域再生の取り組みを要請しようと。このイカさんがそういう、その、まあ、一生懸命そういう呼びかけをしてくれます。自分に対してもね。それで、自分もうん、なんかもしかしたらそういう可能性もあるんではないかというようなことをだん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 考えてきて、えー そのうちこう自分も一緒になって、あの、そういう人に養請をする立場になってきました。で、これに対してジェンテルとかのその、ちゃんと答えてくれたんですね、えー。で、あの、記載というその逆行でも地域おこしにつなげることができると。逆にその一つのチャンスとして捉えることもできるというようなことまで言ってくれたわけです。 で、あの、具体的にはどういうことかっていうと、年間を通してボランティアの派遣をもう5年10年のスパンで、えー、やりますよ、というような話だったんですね。で、ジェンというのはどういうところかっていうのは、あの、国際犬児をジェン、あの、まあ、ネットで検索してみればよくわかるんですが、当時海外にのみこう、 活動を展開していたあの国際犬授業です、えー、あのー、当時はままだ国際国内での活動なかったんだよねでこの伊河木さんはねか海外にばっかで言っちゃだめじゃねえかともういずれ日本にも大きなその災害が来るからそのためにも今回の中逸地震に きっかけに、その国内での活動にもいろいろそのノウハウを積んでもらいたいというふうに、まあ、強力に申し出ていたんですよ、えー。それがこう、そうしまして、えー、池谷にも、この地域にも、その地域、震災復興と地域再生のために、あの、協力を約束してくれた、約束をしてくれるということなんですね。 で、ジーンはまずどういうことを言ったかというと、えー、ボランティアがこう自活できるような施設を探してほしい。で、あのー、まあ、自分考えたのは、この池谷文庫がもう、当時、当時も20年くらいですかね、あの、もう子供たちがいなくて空いていた。これをなんとか、市の教育委員会から借り受けて、あの、活用できるんではないか。 いうことを考えました。で、まあ、早速、当時まで雪の中だったんですが、ここまで大工さんも連れてきて、あの、鍵を借りて、ここに入って、いろいろ調べてみると、まあ、骨格は、あの、しっかりしてるんで、あの地、地震の影響はなくはないけども、あの、まあ、全然大丈夫だという話だった。で、あの、 早速、教育委員会に出向いて、いろいろ、まあそういう講習を始めたわけですで、一連のもう一つの要請は、地元でボランティアを受け入れる側の組織を作ってほしい。ということで、えー、2005年の3月ですね。翌年の3月頃、福岡町市地域おこし実行委員会という、あの、まあ当時も、 えー、普通の任意団体です。まあ、勝手に名前をつけたっていう任意団体です。でこれは、名称を、受け入れ団体の名称をどうしますかということで、えーまあ、若干議論したんですが、まあ、当面、暫定的に10日まして地域福祉実行委員会行ってるので行きましょうということでやったんですが、これがもうかなりな長い間続いたわけです。 えー、で、あの、うん、いきなりここに来るんですが、あのー、実は、その、受け入団体を作ろう。で、自分がある、ある意味、その、地元側ではね、そういう話を最初からこうやっていたのは、あのー、本当自分しかいなかったんだよね。自分と、いかきさんと、その、 人と。まあ、三人にそういう構想を話して。で、村の人にこう話をするのは、かなりその後なんですよ。で、だんだん村の人に、あの、そういう構想があるのでっていうことで、えー、実はこの集会場で、そういう、その説明会を開いたんですね。で、村の人はね、そんなボランティアお、お前ボランティアって知ってるか そういう感じですよ。いや、俺は、ボランティアで見たことある。なんかその、動物園の珍しい動物ではないんだけどね。あの、いや、本当そう、そういう感じでした。で、だけどその、主には、都会から行くことを考えている。で、じゃあその、東京からね、えー、こんな山の中までわざわざ電車中も出して、しかも、 2泊3日で参加費、6500円くらいだったかな。参加費まで取って、そんな負担のかかることをやって、そんな、そんな人間が世の中にいるのかっていう話でまあ誰もその、と、最初はね、信用してな、ね、い。でもあんまり一生懸命言うもんだから、まあ、お前が言うんだから、あの、お前が言うんだ、まあこ自分のことですよ。えー や,やりてんだけは、まあ、やればいいじゃねえかと。あまあ、やらしてやるよという感じですよね。あの、まあ、でも、なんかね、とにかく問題を起こしたら、お前責任取るんだぞ、というふうに、あの、まあ、相当釘は刺されました。ただ、あの、自分はね、いろいろそのジェーンやとの話し合い、まあ、その他で、いろいろこう、 そこそこのなんかこうだんだん自信を持ってきていた,いたんであのあ分かったと何かあったら自分が責任を取るというふうに、えー、宣言をしまして、まあ、あの一応その,そのこの,あの施設を借りてそのボランティアを受け入れるってことはまあ始めたわけですね。であのー、まあこれがその後 いろんなこう団体とこう結びついたえちょっと図になるんですが、一番その中立防災フロントやっていうのが、んなの中立防災安全推進機構の元になるところですね。あとね、棚田ネットワーク、それからいろんなき企業ですね。いろんなところと、とにかくまあ一生懸命 あの、えー、団体個人と関係を作ろうということで、本当に一生懸命、こうやりました。だから、自分の年賀状がどん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 増えちゃって、もう、あの、百何十枚年賀状を出すようになっちゃって、えー、まあ、そんな感じですかね。で、最初から、最初は、まあ、拠点作り。あの、ここの、<laughs> えっと、ボランティアが自活できるような、とにかく設備を作ろうということで、えー、やりました。で、これは、あの、さっきのですね、村の集会場なんですが、これが新しくできた、その改修した集会場です。で、この、一番奥の方に、実は、あの、山清水米を精米する、 精米施設があるんですよ。で、これがね。この。集会場ができた時の。落成式の写真です。で、そこに実る劇団という大きな看板がありますよね。それ、それは、ね。このま、ま一番真ん中に座って。おられる。 大塚稔さんっていう実は大塚商会っていう大きな企業のオーナーさんですで実があのこの建物を、えー、この建物をこういうふうにするんだって約1700万ぐらいかかってるんですよであのそれにだってついて復興基金をに、ね、申請するでもね600万ぐらい お金が足りないんですよ。それで、困ったなと。で、この大須賀商会の会長さんに、なんか困ったことがあったら、相談してくれって言われたんであ、じゃあ相談しようということで、えー、そういうその手紙を書い,書いたんですね。そうしたら、なんと500万ポインと寄付してくれた。で、あとは、うんこの 池谷の中山間地直接、えぇ、ー、力制度の中からもう100万ぐらい出して、合計で約1700万で、あの、建物を建てることができた。で、あの、この写真ね、さっき見てる、あの、えっ、ー、と、23人いるんですよ。そのうち、池谷の関係者、池谷集落だけの関係者は10人いるんですよね。 この特に前の方に座ってる方はほとんどあのお,お平井さんで、えー、来賓の方々、えー、でね行き谷に住んで行き谷の住民でここで10人いるうち現在このうち6人が亡くなってるんですよだから残ってるような4人、あのー、こ,のこの間で、まあ、そういうふうになっちゃう、まあ、人間 いずれはなくなるんで、まあ、しょうがないといえばしょうがないんですが。これあの、この当時、私どもがやっていた、こう、いろんな資金調達の、まあ、だいた大まかな、あれですね。大まかな、ああ、やとです。最初に、一番最初に、あの、例えばここに、その、えっと、水道の蛇口を作るとか、シャワールームを作るとか、 ボランティアがち,ちゃんと自活できるような場所にするために、実は新潟 NPO 協会さんから、そ、え、のー、資金援助をいただいたのが最初ですかね。で、2007年の年に、中立復興基金。 の中に、そのデザイン策定地、地域復興デザイン策定支援事業っていうそのメニューが発表されていたで。そこにあの、ぜひそれを、えー、お願いしたいというふうに、えー、手を挙げまして、10日間市の中で一番最初に手を挙げたらしいんですが、あの、えー、採択されたのは2番目だというふうに聞いています。うん、これあの、 非常にありがたい、あの、プランでして、えー、本当に資金的に、まあ、いろんな意味で、こう、非常にあの、大変こう、助かった仕組みでしたね。えー、地域、その復興、復興のための計画を、デザインを作るために、いろんな、こう、ところにお願いをして、まあ、コンサルをお願いするわけだけども、その、その資金を全部、その、えー、まあ、かってくる。 で、それを実現するために、こう、先導的な資金、調達のためのお金も、提供してくれる。だからあれ合わせて、どのくらいやってますか千、両方合わせると、千数百万になる。それを、こんな小さな集落が、えー、採択してもらったわけだから、これはあの、非常に、まあ意欲、よく、よくある。 あのこれ大きい、大きい集落、小さい集落っていう、そういう区分けをしてなかったんで、そういうところにこう積極的に手アを受けて、あの活用できたっていうのは非常にこう大きかったというふうに思っています。そこであの、えー、いろんなところから支援をお願いしたんですが、まあ、最終的に、この3番目の、まちづくり学校っていうところを から、そのコンサルティングをお願いをして、したわけですね。で、2年間に20回のワークショップをやっていました。で、まあ、いろんなところに、あの、視察に出かけた。で、村の人もどん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 一緒に行って、えー、勉強会に行きました。そういう中でね、やっぱり村の人たちがどん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  やっぱ変わっていくんですよねあの外に出ていろんなこう刺激を受けるいろんなところをこう見てくるっていうのは非常にあの大事なことだと思っています。まあ、皆さんも現にそのようにされていることだと思うんですが。で、あの、まあ、これが、この冊子がですね、成、え、果、ーまあ、物と言われるやつであのデザイン計画です。う で、まず、この、基本的にはね、移住者を受け入れて、集落と農地の存続をやろうということをまあ考えたわけですね。で、まあ、主に2つ、1、2、3とあるんですが、この1番目は、まあ、その、収入を増やそうと。うということで、まあ、当初から始めていた、その、米の販売。米の販売っていうのは、あの、 実は非常に早かったんですよね。あの震災の翌年あたりからあ、あるそのボランティアに来てくれた大きな企業の、えー、会社員の方から、ボランティアさんから提案があって、でその頃から始めたんですよ。で、あの資金販売をやったら、非常にこう反応が良くて、あのー ぜ,ぜひ、そういう仕組みをぜひ続けてもらいたいっていう非常にこうありがたいアンケートをもらっているのです、ね、まあ、それでは村人一生懸命これやってたんだけど、ただ、あの最初はね、自前の精米、精米場はない。だから、あの町場に行って、コイン精米に書いてくるんですよ。コイン精米って、あの石抜きっていうのはあるんだけど、色彩選別機はないんですよ。 で、ある時、ええー、その、お米を買ってくれるお客さんから、その、黒い、なんか影が入ってるかもしれないような、その、お米粒があるっていう、そ,のそういうまあ苦情の連絡をもらったんですね。それは、あの、か、カミムシ被害です。じゃあの、えー、お米農家の家庭よくわかるかと思うんですが、カミムシって、その、よく、なんて言いますかね、 米粒がねうん、まだ固まらないうちに、この髪牛が汁を吸うんですよ。甘い汁を。そ,するとそこのとこに黒い斑点ができて、それはせ、もみすりをしても精米をしても、あの、取れない。で、最後にご、あ釜の中まで入っちゃうと、ご飯の中に、えー、黒い粒があるって。これはやっぱり良くない。これ一番あのいや嫌がれる。 嫌われる、そのやつですね。まあそ、そういう苦情をもらっちゃったんで、で改めてもうこれみんなで見えたわで。ああ、なるほど。あるな、あるな、ということで。最初はどうしたかというと、その集会所にブルーシートを敷いて、こう。まあ、みんな老眼なんだけどね。まあ、一生懸命こう、拾うんですよ。これ結構あるんですよね。 じゃあ、これじゃダメだな、ということで、おい、その色彩選別機を買ってくれ、買わなきゃダメだ、ということになった。まあ、そういうのを、あの、この、えデ、ー、ザイン策定支援事業の先導事業の部分で、あの、導入することができた。で、えー、っと、水米地と、それから、 夏場あったかいと米が悪くなっちゃうんでその大きな保冷庫とねそういうのを意識全部入ることでした。で、まあ、このデザイン計画の一年の中でこの山清水米っていうそのネーミングもできたんですね。でこの計画の2つは都市、まあ、あ交流をちゃんとやろうということで、まあ、できればこの都市交流が仕事や収入になってくればいいなということも考えます。 で最後の,この3番目ですね。とにかくやっぱりその後継者を探さんと話にならんと。当時みんなねん、当時のこの池田集落の主役の親父たちはちょうど自分くらいの年格好ですよ。70かけ回り。自分<何>いや今、自分は73歳なんですが、あの年いっちゃったら。 あのー、そっか、こんな年の親父ですよ。で、で、せがりたちはみんな都会に行っちゃってる。それは、ここにいたってダメだから、都会に行って、やっぱ親はみんなそう言うんですよ。あのー、うん。自分の親はそうは言わんかったんですよね。うん、だ,だから、ここにいたっていう面もあるかもしれない。だから、 まあ、それはちょっと他の話、余計な話なんで、あれだけども。まあ、あの、とにかく、なんだ、後継者を捜そうってことですね。で、この、ちょうどこの頃ですね、地域局地協力隊の募集っていうのが市役所から、あの、連絡が入った。こういう水道が国、日本の総務省、政府の、 総務省がこういうその仕組みを作って、初年度から新潟あ、十日町市は5人受け入れる予算を組みましたという話ですよ。で、あこれはその面白いスケートができた。ぜひこの池谷集落に1人枠をもらおうということで、もうその連絡をもらって翌日に市役所に行ってそういうお願いをしたんですよね。そうしたら、 あそのどういう人がいいですかっていうんだから、言うもんだから、あのー、まあね、任期三年が終わったら、この地元にずっと残ってもらう人を、そういう人が欲しいと。そういう人じゃないと基本的に受け入れたくないって言ってるんですよ。そうしたら、それは難しいですね、と <laughs>。まあ、あのー、 市役所も一生懸命探しますけども、皆さんのところもいろいろなんかボランティアを受け入れているらしいんで、そういう中から、あの、この協力隊になるような人を見つけるような努力もしてくださいと言われました。分わかりました。ということだったんですね。で、実はこれが、あの、 こうそうしまして、2010年に最初の移住者3名、地域おこし協力隊として、今ここにいる、ただ、現在の代表にですね、えーまあ、彼が来てくれた。あのー、まあ、これは本人から聞いてもらえば一言で一番いいんですが、奥さんは最初はね、そんな気も、 なかったらしいんだよ、うん、私は騙されてきたっていうふうによくそんな笑い話するんだけども当時は笑い話ではなくて、えー、まあ彼がここにあのボランティアにたまたま縁があって来てくれたその時にその後にあその時ね、えー、最初オリエンテーションといってそもそも自分たちがどういうそのことをや,やっているのか どういうことを目標としてやってるのかっていうの説明をするんですよ。まあこういうスライドを使って。その時に、あこの過疎の集落で、えー、ちゃんとその農村として残したい、えー、という話をした時に、なんかね、非常にこう一生懸命こうに,にらむような目つきでこう自分の話を聞いてくれる人が、 いたんですよ。であ、あとで見ると、あ、やっぱ彼だったんですね。あのー、うん。それはあの、いろいろ、ちゃんと奥さんも、結果的に、説得して、当時、3歳だった長男を連れて、3人家族で来てくれました。で、翌、翌年ですね、 えー、2011年か。この時にね、3月4月、とこの若い女の子が来るんですよ。もちろん独身で、あのー、一人は大学を卒業した後、えー、普通の民間の会社に、あのー、を勤めていて、その後です。で、このもう一人の子は、大学を卒業して、 そのまま真っ直ぐ来たんですね。で、二人ともやっぱり、ね、ジェンに、あの、インターンでいた経験があった。で約一回ですね。でそ、その時にやっぱりここに来たんですよ。で、ジェンの事務所に行くと、あのー、ここに来る、その、なんだろうね、大きなポスターが何枚も貼ってあって、あれ、田んぼに行こうだったかね。うん。で、ジェンの職員もね、 あの、まあ、当時二十何人いたジェンの職員が、二人ぐらいずつ、こう、代わりバンコに、ここに来る。で、そのは、早く行きたにに行きたいっていう、その、非常に人気のボランティアの、ボランティア先だったらしいんですよ。ああ、だからあの、まあ、そういう雰囲気がそのジェンの中にこう、十ゅ、充満したんだよね。 あの、非常にまあありがたかった。だからそういう影響を受けて、その、この、当時インターンもしていた若い女たちが、あの、まあそういう影響もあってね、ここにボランティアに来てくれた。で、この、えー、っと、左側の子がまあ最初に来るんですが、彼女1年間、毎月1回必ず来るっていうふうに決めて、 で、ずっと来た、来たんですよ。で、ここに来ると、ただいまと言ってくるんですよね。えー、彼女は今、あの、結婚して、えー、お子さんが二人いて、でも、ここの、あれです、NPO の事務局長に行ってもらってます。で、もう一人の子は、あの当時あの、大学生だったんだけども、あのー、 やっぱりその、ここに来た時にね、あの、面白いことを言ったんですよ。私はこういうところに住みたいと思っていますとま。真面目な声で言うんでね。いや、本当だったらありがたいなと思って、いろいろこの話をした覚えがあるんですが、あのー、非常にこうな、なんて言いますかね。 我々がこう想像していた以上にこ,うこの二人とも本当にこう真剣に自分のそのえこう人生のことをいろいろ考えていているあの人たちです。でこの左右側の子はえ今同じ東海市内についでいてあの 知り合いの人と一緒に、ここう会社を起こしウーファっていう会社を起こしてあのさつま、ねえー、いものね干し芋一生懸命作ってこれが売れて売れてしょうがないらしいよ <laughs> いや本当あのだからのす、うんえー、なんだう去年は約20トンぐらい干し芋確保したまだまだ足りないでねあの困ってらっしゃい まあ、そういう感じで、若い女の子たちまで来るようになった。で、集落の人たちは、当然、そういう変化を見て、意識も変化しますよね。で、最初はもう、これはきなに終わりだったかっていうその感じから、もしかしたらっていうその希望に変わっていった。おい、年取っちゃいらんねえな、っていうことですよ。 で、次に来たのをね、もう10年早く地震が来ればよかったから。あのー、まあ、当時約70歳かけまりだったんで、もう10年早ければ、俺はもうちょっと頑張った感じだな、という話ですよ。えー、だから、結果的に私は考えるに、外からの移住者なしに集落存続っていうのはできなかったんだろう、というふうに思っています。本当にこの運動がなかったらね、 あのもう集落に昔から住んでる人はもう,うん何人だ、えー、45人なんですよねだからもう集落としてはもう存続できないあのということだと思いますで集落の、えー、集落と農地それを その移住者に委ねてもな、委ってもいいよという、まあそういうその覚悟ができてきた。まあ最初からあったわけでもないんだけども、だん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 やっているうちに、まあそういう気持ちになってきたっていうことですね。えー、だから、なんて言いますかね。あのー、例えばあのー、 えー、ここの田んぼ今、もう亡くなった親父たちの田んぼは今 NPO がほとんど全部受け売ってやってます。えー、自分もだんだん年取ったんで、もう数年したら、あのー、変わってやってもらえばありがたいなというふうに思ってますけども、あのー、まあ、いつまでも元気でいるわけでもないんで、えーまあ、いずれそういうことが、 震災の当時はね、まだ平場の、ね、農業法人にお願いをすれば、代わって田んぼをやってくれたんですよ。ところで今はもうダメ。もう絶対ダメです。あのー、とにかく平場の方だけでももう手いっぱいで、っとい山間山地の方までダメです。もうみんな断られてます。だからそういうことを考えると、ここの活動がなかったら、 もう全部工作放棄ですよ。あの、そういうふうになっちゃうんですね。えー、まあ、大きな流れとしては、まあ、大体、まあ、こんな感じで、2019年に、あの、ライスセンターができて、あの、稼働が始まったと。で、おかげさまで、そうですね、あの、 もうちょっと短いと思ってその資料を入れてこなかったんですがあ、お米の販売もかなり順調に増えてきまして、あの、あですね、えー、うっかりするとお米が、水産が間に合わないくらいのような、あの、そういう状況になってきています。あの、まあ、非常にありがたいことだと思うんですが、あの、まあ、移住してきて,くきてくれた皆さんがね、 あの、最終的に、我々ぐらいの年になった時に、あそこに行ってよかったと。よかったな、というふうにしてもら、なってもらわんと困るわけですよ。だから、一生懸命、えー、儲けてもらって、本当にね、あの、行きりにこう、新しく家を建てるぐらいのね、あの、そういう、そうじゃないと、つ、続かないでしょ。うん。というふうにあの考えてます。で、あの、 じ、えー、っと自分が思うにね、あの、あれですね、えーうん、農業、特に日本の農業って、あの、食料の自給率はまあ約38%カロリーです、ね、ええー、だから十日のうち四日ぐらいしか食えない。あとは、よそかに買い込んでる。で、今簡単にそんな、 買えないような状況がありますよね。まあ、ひだから、肥料とか飼料も合わせたら、本当日本の食料の自給率は十何パーセントだって言われてますよ、ね。で、これで本当にこう大丈夫なのかってことはみんな心配してます。で、やっぱりね、中産間地も含めて、社会全体がね、あのー、ちゃんと国内で食べ物を自給しなければダメだという、そういう、なんて言いますかね、 えー、世論を、あのー、を作っていかないと、そもそも、あの、ダメだと思うんですね。例えば、ヨーロッパなんかは、その、ヨーロッパに住む中産管地の農家は、収入の6割から7割が、国からの補助金だっていうんですよ。そういう仕組みが、日本でも作られていかないと、 あの、今言われている、その過疎の問題とかね、一極集中とか、都会の一極集中とか、そういう、あれは俺はなくならないんじゃないかと思ってる。ええーまあ、ということで、あれちょっと長っ話になりすぎましたが、あの、あれですね、ええー、当時、あの、 この文庫をその教育委員会から仮色に当たって最初に、まあ、下見に来た時に、えー、例えばここにも山のようにいろんなものが置かれていて天井から雨漏りがしてこのように穴が開いていたで。で20年経ってこんなところで皆さんにそういうお話をできるしてる自分,自分がまあ 信じられないですね。まあ、当時を考えればだからまあやってきて、まあ、大変お面白い20年だったなというふうにあの思っていますが、えーまあ、これからの20年、まあ、どうするかっていうこともあるんですがそれは自分だけではなくて皆さんも同じことだと思うんです。と、まあ、りとめない話になりましたのでこのぐらいにしておきたいと思います。 大変ありがとうございます、えー、そしたら、えー、続きをちょっとあの話をさせてもらいますさっきあの地域おこし協力隊を受け入れてっていうところで、まあ、私の方が来ましたのでまあ、その後のお話をするんですが私はまず簡単にじあの自分が来るまでどんなことをしてたかと言いますと私はの大学あの、まあ、安倍さん共同の大学と言ってましたが私はの京都大学で4回生の時応援団長をやってましてでその後 えっと、経営コンサルティング会社に就職をしまして、まあ、最初の会社はですね、ガリバーとか牛角とかを、まあ、全国チェーンにするような、えー、コンサルティングをしている会社にいました。で、そこを、あの、転職しまして、2社目に、あの、ピープルフォーカスコンサルティングという会社に入ったんですが、こちらの会社がですね、実は、あの、さっき出てきた、あの、ジェンを、あの、社会貢献の一環で支援してまして、まあ、その関係でですね、私も、あの、その、ジェンの、 支援をすると言って現地でどんなことやってんだろうっていうのも興味はありましたし、まあ、当時から会社の中でですねあの、まあ、海外に留学してた経験,経験のある人とかもいたんですが、まあ、そういう人からいや将来あの日本の国産のね野菜とかはもうあの本当に年収3000万以上にならないと食べられなくなるよみたいなそんな話してる話とかも聞いたりもしててですねでそれ働いてた時にちょうどリーマンショックが起きまして で、まあ、これは、あの、経済って本当にもう、想像もしなかったようなことが起こるなって、そこで感じてですね。まあ、そういった頃に、ちょうど、池谷のあの、田んぼへ行こうという、田植えの体験に、あの、参加したっていうのがきっかけで、まあ、出会いました。で、さっき山本さんが話してたみたいに、その、オリエンテーションで、まあ、その池谷集落のあ、あの、やってることと、これから今後目指そうとしてることの話を聞いて、痛く感銘を受けましてですね。 あの後継者を受け入れたいって言ってるからもうその時からあ後継者になってここで何かやるっていうのもいいなと思ったりもしてたんですね。というのが最初の会社がですね結構起業家排出機関とかって言って、まあ、コンサルティングとかをやりながら経営を、まあ、あの学んでですねいずれ独立するっていうのを推奨してるような、まあ、そういった会社だったんですがでも独立するって言っても、まあ、何行で独立するとかそう,そういうのが全然自分の中に思い浮かんでなかったんで ここでですねあ、この取り組みで一つなんかこう事業をや,やれるといいな、みたいなですね、ふうに思ったあっていうのもありますし、まあ、そもそも自分があの、やっぱり、えー、最終的には、ね、いくらお金持ちでも、 食べ物が手に入らなくなる時代が来るかもしれないみたいな、そういったことも思ったりもしてたんで、自分でやっぱ食べ物を作るというですね、まあこともできるようになりたいというのと、あとはその集落で頑張ってる、その震災復興からの地域おこしの取り組みをやってる人たちの話を聞いてですね、あここの集落でこの人たちと一緒に頑張ってやりたいなと思ったっていうのがあって、まあ移り住もうと思ったんですが、まあ当時あの、普通に結婚して子供もいたんで、あの、やっぱ奥さんも反対します。で、 え、ちょっとまあ、何年かお金貯めてから、なんとか、あの、引っ越ししようかなと思ってたときに、まあ、さっき言ってた協力隊の制度ができまして、ちょうど本当あの、平成21年度、協力隊が始まった時の、あの、あれなんですね、2010年の2月に移住したんで、あの、年度としては本当ギリギリ一番最初の年度の協力隊になった。で、十日町市はですね、これまで協力隊を95名採用してきて、これちょっと古いデータなんで、今もうちょっと増えてるかもしれませんが、結構定着率が高い。 えー、ということで、ま、あ初めのうちからですね、あの、受け入れてたんで、まあ、それなりに今、ノウハウが溜まっているような状態、えー、だと言われてます。で、私が協力隊として来てすぐにやったのが、さっきあの、震災の、えっと、んでしたっけ、復興デザイン計画っていうのを作ったっていうお話がありましたけれども、まあ、それ作って何年間か経ってたんで、まあ、そこをこう、アップデートするような形でですね、ちょっとあの、将来の池谷をどうしたい、 でしょうかみたいな感じでですね。まあ、ワークショップをやってですね。まあ、5年後の池谷って言ってですね、こう、絵を描いてですね。まあ、ここにあの、えっと、ちょっと見えにくい。すいません。ちょっと <laughs>、すみません。<laughs> 見えにくいんですが、これ、村全体を法人化するとかですね。若い人の住宅を作るとかですね。えっと、米は全量直販とかですね。まあ、そういったのがこう、書かれてて、まあ、こういった方向性で、ちょっとじゃあ地域おこしをやっていこうかっていうことで、まあ、あの、協力隊としても活動をし始めました。 で、さっきから出てたジェンからもですね、あの、私が来て、その次の年に女性が二人、あの、移住するってことも決まってたんで、この2010年の11月にですね、ジェンの方から、もう池谷さんはもう自分で自立してやってください、ということで、自立式っていうのも行われました。で、これが非常になんかタイミングがなんか非常に良かったのかなと思うのが、2011年の3月にですね、あの、東日本大震災が起こりまして、ジェンもあの、石巻に行ったりとか、 あの、してますけれども、まさにあの、さっき稲田さんが、あいなあえっ、ー、と、A さんっていう方がですね、あの、<laughs> 言,言ってた、あの、んでしょう、国内でもね、いずれ大きい災害が起こるからみたいなのが非常に役に立ってるのではないかと思われるですね、えー、ようなことをちょっと思いました。で、その後ですね、まあ、法人化しようということで、まあ、NPO 法人にしたわけなんですが、その際に農村ロッキーというのが当時ありましてですね、でそこであの、金子さんに、あの <laughs>、 一応、なんかこう、んでしょう、コンペで、あの、合格したんでですね。じゃ企業、その、法人化するのに向けて、いろいろサポートをしてくれるっていうので、メンターとして、あの、金子さんに実は、あの、お世話になったというですね、ご縁がありましたので、その後、中越防災に来られたのを聞いて、なんかすごい、あ、金子さんが来たんだって、ちょっと思ったりしたということもあります。で、法人化をした時にですね、ちゃんとこういう理念をですね、まあ、文言に、あの、整えて、 あと、ま、目的とかも、これも、あの、ちょっと定款に書いてて、あの、ホームページに載ってるんで、これ読みませんが、ま、簡単に何を目指してやろうとしてるかっていうと、やはり自分たちの集落を、ま、存続させようというのが、ま、一つ、あの、足元で一番大事なことなんですが、で、それを通じて、ま、十日町を元気にしようとか、ま、日本や世界を元気にするとか,かなり大風呂式を広げるということで、やってるわけですね。 で、その、えー、中で、まあ、事業としてどんなことやってるかっていうところで言いますと、まあ、池谷入山を存続させるっていうところで、まあ、あくまでもこう、モデル作りをしようという意識でですね、まあ、モデル作り事業という形でやってるのと、まあ、地域おこし応援ということで、まあ、その、今日のけんような、あの、全然違う地域の方に役に立つようなお話をしてですね、ちょっとでも参考にしていただくというようなこともやったりしています。で、えっと、今やってることで、 えっと、やはり、あの、一番中心的で、あの、事業規模としても大きいのが、まあ、農、農業ですね。で、この農産加工費の生産販売というところで、まあ、さっきちょっとした年表が、あの、山本さんからもありましたけれども、私、平成22年に来て、実は協力隊のうちの3年間っていうのは、もうこの法人と、組織として農業をやってるってことはなかったんですね。で、団体はあって、お米の直販はやってたんですが、 その団体の役割は、生産者の人からお米を仕入れて、それを、あの、販売すると。インターネットとか経由で。で、だから、収、その、法人の収入としては、まあ言ったら、仕入れと販売額の、まあ、あの、間のリザ屋が、まあ、主な収益源ですね。まあ他にも、あの、寄付とかいただいたりしてたりもあったんですが、それで、平成26年からですね、あの、ちょっと、集落の人が、ちょっと、えっと、 通いでやってた人が、まず亡くなったっていうのと、あとは、あの、集落の人もちょっと、だんだん年齢が上がってきたんで、面積を狭くするってことで、えー、少し、あの、じゃあ NPO でやり、やらないかってことで、まあ、引き受けさせていただいたと。で、その通いでやってた人が、えー、まあ、亡くなったんで、その亡くなった人の使ってた、えーせ、えー、っと、乾燥機とか、もみすり機とか、あとトラクターですね。 この辺をちょっと中古で買い取らせてもらってやり始めたっていうのが、まあ、あの、はめですね。でそこから NPO として農業参入をしました。で、その後ですね、農の雇用事業という、まあ、ものを使ってですね、農業部門の,あのメンバーをまあ雇用していったというところで、だんだんとこう、ちょっと面積が広がっていってとかっていうのがあって、それとともにですね、施設もどんどん整えていって、まあ、ライスセンターを作ったり、えー トラクターもちょっと大きいやつでキャビン付きのにしたりとかですね。あとツインモアって言ってトラクターの後ろにこう付けて草刈りができるあのやつとか買ったりとかで、去年は4畳刈りのコンバインも導入をしまして、まあ、面積も増えてきたんでですね。まああの、まあ当時本当と 6, 6家族ぐらいやってたのが全部こっちに来たんでですね。もうかなり大変であったということで機械を大きくしたり、こういうその 乾燥調整がで、きる施設もあの整えたんですねで今年は、あの、もみすり機も新しく、大きいやつにしました。で、経営面積の推移なんですが、最初約1兆部ぐらいから始まって、それが2年間続いた後、2兆部、2兆4単、3兆8単、4兆8単と。で、ここの2019年ぐらいからは、しばらく落ち着いたんですが、2023、24と、もうボンボンとですね、1兆部ずつぐらい増えて、えー、ここの2年でですね、かなり、 規模が拡大をしてていっておりますで。この生産部門としての収入とかっていうのはまあ参考値としてまあ書いてあるところなんですが一時期ですね結構ひどかったのがですねこの2018年が単州外益2.9票ということで非常にあのダメでしてですねあのかなりもう厳しかったですねででもまあ当時は 結構行政からの委託の仕事で、そういう移住者を受け入れるとかですね、まあ、そういったのもやってたんですが、なのでまあ、あの、なんとかこう NPO 法人としてはこう、本当自分も当時はですね、もういつ潰れるかもとか、結構もう、すごい経済的にですね、非常に急急とした形で、よくは NPO あるあるかもしれませんが、なんかお金じゃないとか言いながら、 なんかそのね、経営陣はもうお金お金お金みたいなですね。あの、その運営が回んないでお金みたいな。別にお金を儲けたいと思ってるわけじゃないのにお金がなさすぎてお金に厳しくなるみたいなですね。そういったあの心境の期間を何年間か経て、今はだいぶマしになってきたっていう感じではあります。で、この全7兆部のうちの約4端部はあの農薬も化学肥料も使わないでお米を作ってで、全部それをはざかけにして、 販売もしてます。が、ほとんどの面積で減、まあ、農薬ってことで、まあ、農薬と化学肥料の基準値のまあ半分以下っていうことで、まあ、新潟県では特別栽培米っていうのでまあ認証があるんですが、それを取った米をまあ販売をしています。あとはあのこういうお粥をですね、委託加工をしてもらってで、これは神社がですね、結構年,年間であの年末とか年始あたりにですね、参拝客にあのお粥を配るっていうので、あの 使ってもらって結構大量に、まあ、あの、一回で2000個ぐらいとかですね、発注をしてもらったりしてます。基本的には、お米がメインで販売をしてるんですが、まあ、インターネットやファックスを通じて直販をしてました。ただ、これもですね、さっき、もう、あの、ちょっと言ってるんですが、この、始めた直後ぐらいはですね、ボンボンボンとこう、右肩上がりで伸びてくるんですが、そこから結構10トンぐらいで停滞をするんですね。で、また停滞してる間はいいんですが、 2016年にボーンとこう販売が下がりまして、ここはもう2、3年ですね、ずっと低迷してですね、非常にどうやったらこの直販が伸びていくかわからない暗中模索の時期で、で、それでいて単収が低かった時期とかとも重なったりもしてるんでですね、もう本当にお米でやっぱ食っていくのってやっぱ難しいなと。まあ正直、米じゃダメだ、米だけじゃダメだから、まあ農業半分やりながらなんかこう、 別のことをやって反応反エクスじゃないですけどそうやって収益を立てていくしかないのかなと思ってたりしてあのいた時期でもありましたでまあそもそも米がやっぱりねもうどんどんどん需要と供給が減って需要が減っているからそれに合わせて減反政策とかやって、まあ、作る量も減らしているとでまあ去年は減反とかがねあった、えー、これのつけが来てあのお米が足りない とかっていう風になったのかもしれませんが、まあ、去年は正確的に言えば多分南海トラフ地震をこうマスコミが煽ってちょっと一人一人のお客さんがですね、まあ、あの買い込んでですねそれが積み重なってちょっと流通がだぶついてですねあの米がなくなったと私は見てるんですが、まあ、今もあの値段が上がって、えー、いたりとか米不足が新米が出たのになんか米がなんか名古屋とか愛知県とかあんまりないとかっていう話もあって。 たりするのはこれはあの、去年の8月、あ、じゃあ今年の8月かな、今年の8月からあの、道島米市場って言って、あの、米の先物と取引が解禁されて、そういう影響もあるのかなって、要は米で人儲けしようと思ってる人たちが、ちょっとこうね、要は確保しといて、で、あの、なんか値段を釣り上げてんじゃないかっていうふうにちょっと見てる部分もあるんですね。というのが、今ですね、 あの本当にあの米が欲しい業者が米が集まらないからうちはもうこの値段で買いますよこの値段で買いますよっていうのが結構すごいあってですねあのもうとんでもない金額になってるというですね状態になってるんでこれはまあ長くは続かないのではないかと思ったりもしてるんですがまあそれはもう本当この1年の話まあこの最近の話でまあ長期的なトレンドで見たらもう衰退産業なので。 ですね、まあ我々も本当、米はちょっと厳しいなってずっと思った時期がありました、まあ、一方で、販売、このインターネット通販の市場は伸びてますのでこれはわれ我々ネット通販やってるわけですからこれに活路を見いだす必要があるんじゃないかと思ってはいたもののです、ねまあ、なかなか伸びてないと、なんでかなと思ったときにやっぱりまあ皆さんも分かると思い,思いますがもうインターネット上でも情報があ,あ,のあふれすぎてです、ねまあ、はっきりと見つけてもらえてないと。 なので、知ってる人が、まあ、要は、あの、電話で注文するか、ネットで、ね、あの、ピッピッピッって注文するかの違いで、はっきり言って、あの、全く知らない新規のお客さんが、やっぱりこう、たどり着いてないという状態だったわけですね。じゃあ、どうしましょうって言ったときに、やっぱりそういう人が流れ込むプラットフォームに乗っかって見つけてもらおうということで、まあ、ふるさと納税、今、まあ、ばーっと伸びてますが、これに、まあ、載せさせてもらいました。で、載せた後にですね、結構、あの、 気づいたことなんですがあのちょうど我々の販売量が低迷した時とです、ね、ふるさと納税が一気にぐわっとこう伸びた時とですね結構重なってましてあの実際あの自分の大学の時の後輩ですね自分が4回生の時の1回生がいてでとあの米買ってくれてたんですけど買わなくある時から買わなくなったんですよ。でたまにたまにというかあのすごい久しぶりにあの実家に帰省した時に会って話したら。あの 自分たちもちょっとあの、こ今年からあの、えー、ふるさと納税やろうと思うんだよって言ったら、えー、炭酸とこふるさと納税やるんですかじゃあちょっとそっちから買いますとかって言って、いや、自分もあの、子供がだんだんでかくなってあの食べるようになって、あの、ふるさと納税で別のとこの米買ってましたとかって言うんですね。やっぱり一番あの、コスパがいいというかですね。まあそういったので、あの、 実はそういう影響を他のお客さんも受けてたっていうのもあって、まあ、ふるさと納税の伸びによって直販の量が減ったっていうのがちょっと分かったことですね。えふるさと納税の返礼品にしましたと。あとですね、もう一個あの直販の販売がこれから好調する話をしてるわけなんですが、このやはりあの動画ですね。で、動画やっぱりこうスマホで見る人増えてまして、 まあ農作業の様子とかをですね、YouTube で発信するようにして、あ,ある時期はですね、毎日投稿とかしまくってですね、で、今、チャンネル登録が2万7千人ぐらいまでになったんですが、えっと、だから稲刈りとかの動画を出すとこの稲刈りをこう、俯瞰で撮って、タイムラプスでこう、あの、やってる、その動画を上げると、もう絶対何千回とかは再,であの再生されますし、多ければ1万回超えるとかですね。なので、非常にいい宣伝になる感じになってますね。 ま、こんな感じの雰囲気の動画を撮ってます。これあの、あれこれあの、冬の、まあ、冬は何やってんですかって言われたりすることもあるんですが、まあこういう雪下ろしとかも仕事でやったりとかですね、してますね。で、まあこれ薪割りしてたり、春は田んぼに水を引いたりとかですね。まあとにかく作業をしてるのをひたすらあの、あのタイムラプスで、 あの、やるといですね。で、草刈りをやってる動画をやるとですね、あ草刈りこんな大変なんだ、みたいなのが非常に伝わったりとかですね。あと、無農薬で作ってるところの草取りやってたりとかすると、まあ、ちゃんとやってんなっていうのが伝わりますし、これも天日干しのやつもですね、全部もうあの、全部の田んぼでやってるのを全部載せてるんで、ちゃんと本当に天日干し全部やってますよっていうのが伝わるというですね。まあ、そういう形でやってですね、あの、信頼を、あの、得てるというですね、えー、形で、まあ、やってると。 なので、まあ、はっきり言って、あの you、YouTuber として見れば全然大したことないんですが、まあ、それでも一応、月数万ぐらいは、広告収入は一応もらっていますが、まあ、正直、あの、手間暇考えたら、そのために動画出すっていうのは、あんまり割に合わないんですが、我々としては米の宣伝になっているということで、まあ、継続しているということですね。あと、クラウドファンディングで、さっき言ったあの、ツインモアといってですね、この、こういう、農道から届く範囲の草刈りが、こう、機械でできるですね、 やつをお米を返礼品にして、まあ、挑戦したとで。これもですね、あの、SNS、これ、あの、どこから流入したかっていうので、こう、ソーシャルっていうのは、この SN、SNS ですね。この SNS 経由が、まあ、6割ぐらい。あと、知ってる人とかに直接やったとかいうのがあるんですが、その SNS の中でも、Facebook が約半分ぐらいで、えー、YouTube が半分ぐらいということで、私、あの、Facebook は地味に、あの、毎日日記を書いてましてですね、 これが意外と見てる人が見ててですね、特にあの市内の人が結構見てて、高齢者が結構見てるんですね。YouTube も結構高齢者が多くてですね、うちの YouTube で一番見てる年代層って65歳以上なんですよ、ね。あの、50、50代と60代でも全体のもう約8割近くなると思うんですが、なんであの年寄りの人はあのインターネットとか SNS やってないっていうのはもう全くの錯覚でですね、あのやってるんですね。だから地元のですね、商工会議所の回答とかがね、 いや、ただくんはいつも頑張ってるね。草刈り頑張ってるね。とかですね。そういうのをですね、その SNS を見てですね、言ってきたりとかするというですね。まあ、そういうのもあってですね、あの、まあ、不特定多数の、まあ、Facebook はどっちかというともう知ってる人の知り合いが見てるのが多いんですけど、YouTube の場合全然知らない人も見てて、なので、そういう不特定多数の人がインターネット上で発見して、えー、来るみたいなのもちょっと増え始めたといったことがあります。で、さっきの あの、え、SNS つながりでですね、実はこの輸出の話もちょっと出てきまして、10日町の市議会議員の人、この人は私の SNS を結構見ててですね、いや、た田,田さんはなんでそんなモチベーションで仕事ができるんですかみたいなことをこう言ってきたりされたこともあるんですが、その人がですね、えー、同級生が、で、ボストンに住んでる人がいるんですよ。だからそのボストンに住んでる人は10日町出身の人ですね。で、10日町出身の人が、ボストンで奥さんからですね、 いやあなたも十日町故郷のためになんかできることやりなさいよとかって言われたらしくてですね。で、じゃあ十日町の米をちょっとアメリカで売るかみたいなことで、あの製、製薬会社に勤めてる方なんですが、サイドビジネスでちょっとうちらの米を仕入れて、あの、販売してくれる形になったんですが、今後の計画としてはですね、奥さんの子育てが落ち着いたら多分あと1年後、 が半年後ぐらいになると思うんですが、まあちっちゃい子がちょっと手を離れたらっていうぐらいの子育てが落ち着いたらっていうところなんですが、まあそのおにぎり屋さんをやりたいみたいなことを言ってまして、おにぎり屋さんをやる前は、えっと5キロ、5キロ単位で、まああのその向こうで知り合いとかの人に言ったりしてるんですね。でもそれが口コミが広がってですね、去年はですね、あの、まあ1.2トン送ったのがもう2ヶ月で完売しまして、で今年あのその倍の2.2 5トンですね。あの、送った、送る、送ったんですけど。で、ここでですね、ちょっとあの、これ文字がわかりにくいんですが、ちょっと読みますとですね、この斎藤さんという人なんですが、向こうの人ですね。えー、向こうのはなんかあの、えっ、ー、と、三井商船ロジスティクスという、まあ、その、ふ、ふ、船の会社ですね。の人が、えー、先日は、えー、大変お忙しい中、お時間をいただき誠にありがとうございました。また、 ご説明いただきました。貴重な十日町産コシヒカリまで頂戴し誠にありがとうございました。早速、家内でおにぎりにして頂戴させていただきました。コシヒカリ独特のもっちりした食感と甘みのある香りに感動を覚えました。炊き上がりはもちろんですが、冷めてからも変わらない、えー、食感と、えー、深い甘さが残り、改めて美味しいお米の味に取り付かれました。 忖度のない意見ごとのことでしたが、正直、私も新潟のお米で育ったのですが、記憶しているコシヒカリより、丸みのある米粒と弾力のある食感が強かったように感じました。美味しいお米を頂戴し、改めて斉藤さんをはじめとする農家の方々のご尽力により作られた素晴らしい日本の食文化を広めるご活動のお役に立てればと感じた次第です。というようなですね、メールが来たりとかもして、まあそういう形で味も評価してもらってですね、協力を得ていると。 という形で、輸出に至ってるんですが、結構その、ポイントとしてはこの大きく3点あると思ってて、まあ、やはりこの市議の人が紹介してくれたっていうのが一番大きいんですが、そういう活動を認知してもらってたっていうのが、まあ、非常に重要であったと。これがなかったら何も始まらなかったんですが、これがやっぱり、さっきの YouTube とか、SNS ですね、Facebook とかで、まあ、毎日地味に発信をしてたというのが効いてると。で、あと、<laughs> お米が美味しかったっていうのが、やはりこれが大きくてですね。実は、あの、うちの米以外にも、な,なんか、2社ほどですね、別からも米送ってもらってたらしいんですが、うちのが一番美味しかったらしいですね。<laughs> はい。で、あと、ジムができたっていうのは、これも結構大きくてですね、結構、ズームとかのやり取りでですね、これ、こういう、あの、このズームの画面とかありますが、こう、あの、いつまでに、こう、この書類を揃えてくださいとか、そういうやり取りするんですが、そこを迅速にパッパッパッとこう、対応できるというですね、そのジムっていうのも、 結構重要であったということで、あのー、まあ、今回輸出できたと。で、去年が1年目なんですが、1パレットですね、まあ、1260キロを発送しまして、まあ、黒猫山とジットボックスチャーターで港まで運ぶということで、まあ、こういうなんかコンテナみたいなの入れてですね、ラックに入れて送ったんですね。で、この奥にですね、去年はあの、精米機も一緒に送ったんですね、日本の。 で、今年はですね、あ、それで、あの、船で送って、まあ、えっと、12月に港まで送って、それで、1月の末までなんかいろんな手続きして、で、1月の末から船で出発してで、4月に向こうに到着したんですね。で、6月に完売したと。で、今度は、じゃあ、あの、倍の量送ってくださいということで、実はですね、これ航空便で送るとですね、その2パレットまで、 の金額が万円ぐらいかかるんですね,あ196万ですねで船便で送って、この温度管理ありの船便で送ると144万かかる。温度管理なしの船便だと51万です,ですが、まあ、この送料は全部無効持ちなんですが、あの、温度管理なしの船便で一応送ってます。で、それでも味が劣化しないということで、最初紹介してもらった時に30キロ袋30キロだけ買ってもらって、 そんで、あの、送ったんですよ。8月に送って10月に届いたって言ってましたけど、それで、温度管理なしで、あの、食べて美味しいという、その、いろんな人の反応があったんで、まあ、これでいけるだろうということで、まあ、送ったわけですね。これは、あの、ちょっと見えにくいですが、この関東農政局からちゃんとその、輸出の届け出書をですね、出してですね、あの、許可をもらったと。で、2年目はこの2パレットを送って で、これも2年目の、あの、毎年これ出すんですが、こういったことをやっていると。で、あの、いろいろ販売のですね、手こ入れをし始めたのが、まあ、この令和元年からなんですが、えっと、10月に、まあ、令和元年産の米が販売開始になります。で、この12月からふるさと納税に登録されまして、でここの2月からですね、YouTube を1年半ぐらいは毎日投稿しました。最初本当もう、あの、 何十回とかしか再生されなかったんですが、ある時にですね、農道に砂利を敷きましたっていう動画を流してたらですね、それがなんか8万回くらいボンで再生されてですね、そこからなんかちょっとあの安定的になって、で、草刈りの動画を出すと、なんか安定的にあの何千回とかって再生されるようになってですね、それからあの、今に至る感じですね。で、えっと、令和3年に、10月に令和3年産の米。 で、令和4年に、の5月にクラウドファンディングをやって、さっきのツインモアっていうのを買ったんですね。で、令和4年の米。で、令和5年の米。で、この令和5年の米の、あ、ちょっと順番間違えましたが、12月に、まあ、アメリカに送り始めたと。で、船で送って到着して完売。で、今年の米も、えー、送って、これは11月のどっかのタイミングでアメリカに向かって出発する。 え、という状態、段取りになっています。これでですねお、お米の販売量の推移なんですが、ここまでは、ま、ちょっと、あの、頭打ちになっていて、ここから低迷したんですが、さっきの令和元年っていうのが、令和元年、令和元年は、2019年かな。ここが令和元年なんですが、令和元年産の米から、ちょっと、まあ、あの、回復基調になってきまして、 その後も良くなって、で、ここがですね、クラウドファンディングやった年で、これはあの、クラウドファンディングの返礼品もあったんで、結構バンド伸びた。その後ちょっと下がって、で、去年、去年はこういうのは在庫があの、途中でなくなって、あの、普通だと年末にですね、ふるさと納税ってあの、12月の駆け込み需要がすごいんで、12月29、30、3 1って、ものすごい注文がグワーって増えるんですが、28日の時点でちょっともう注文締め切ってですね、あの、 一応その時あの業者さんにもちょっと一部出してたんですね。要は米の直販って結局在庫が余ったら今度また困るんである一定の数は在庫を出す。あとはあのもみすりして米の量が多いとですねその置く場所がなくてちょっと早めにあの業者さんだといついつに取りに来てくださいって言うとと取りに来てもらってなくなるんでですね。えー、そういったのもあったりとか昔からの付き合いもあった業者さんでもあったんで あの出してたんですが、えー、去年もう、もういよいよもって途中でもう売り切れになっちゃったんで、あの、今年はちょっと、もうすでに注文量がですね、あの、2年前の1年間の注文を上回るぐらい予約入ってるんで、ちょっとすいません、今年はちょっと出せませんって言ってですね、あの、業者さんにちょっと今年は出さない状態になったんですが、まあ、そのような形でですね、えっ、ー、と、インターネット の、その、米の直販がですね、非常に伸びてきました。あという状態になっています。で次に、外の人たちとの交流事業もやってまして、こちらはですね、まあ、春、夏、秋、冬と、これ、山菜取りとか、えっ、ー、と、田植え、これ、草取りですね。あの、無農薬のところの草取り、もうイベントでもうやったりします。あと、草刈りもイベントでやったりもすることもあります。で、まあ、稲刈りですね。 これを、まあ基本棚田オーナーの人向けのイベントとしてやってるんですが、あの、棚田オーナーの方はですね、結構あの、まあ、関わり方にグラデーションがあって、ものすごい、なんていうか、薄い人はお米だけ送ってもらったらいいですよっていうので、一回も来ない人もいるんですね。その一方で、イベントだけ来る人とか、イベントだけじゃ物足りないからなんか、 もっとディープな体験ないですかみたいな。体験というか、ディープに関われ、れませんかっていう人もいたんで、このガチ税による稲刈りというのをこうやりまして、ま、これはあの、ボランティアじゃなくてですね、ま、さっきのあの、ワークライスみたいな感じで、お米でお礼を差し上げる場合もありますし、もう普通に時給1000円ということでお金を渡すときもあるんですが、ま、それは選んでもらってやるんですが、えっと、ま、こちらとしては、その、 この草刈りに来る人としては別に交通費分ぐらいペイできたらいいかなみたいな感じで来たりするんで、これがですね、結構良くてですね。やはり、さっきも話し合ったみたいに、やっぱこっちにいる人だけで全部管理するのって、やっぱりもう結構難しいんですね。特にあの、草刈りは本当になかなか省力化するのが難しくて、まあさっきあのインモは買いましたけど、それは、例えばこういう道路から届く範囲はいいんですけど、 ここの田んぼがボンボンボンとこつなららってると、さすがに、あの、そこの間は無理なんでですね。それでも、あの、農道とか道路から届くところができるだけでも、まあ、あれ、買った価値あるなと思うんですが、なので、まあ、こういうガチ勢による草刈りをしたりとか、あとはですね、この、はざかけですね、これが結構大変でですね、あの、なので、これもガチ勢で来てもらって、その、手でか刈らないんですね。あの、体験の時は手で刈って、 わあ、よかった、楽しいね、みたいな感じでやるんですが、この時はもうガチですから、このバインダー使って、もう自分はもうひたすらバインダーでこうずっともう何時間もこう、あの、行ったり来たり歩いてですね、バリン、バインダーで刈ると、ポーンとこう、稲がこう束ねた状態でポーンと落ちるんですね。その落ちた稲をひたすら拾ってかけるっていう作業を大勢でやるとですね、あの、もうバインダーが終わった頃には、かけ終わるまでになってるっていう風になってですね、だいぶこれで、 あの、稲刈りの時の労力が減って、特に稲刈りって、やっぱコンバインはもう晴れてる時しかできませんから、あの、貴重な晴れ間にコンバインを使うためにですね、このはさかけの手間はですね、極力減らしたいんですね。これ四端部でも、あの、普通にやってたらもう3日4日かかるんですね。全部はさかけに <laughs> しようと思ったら。これが、えっと、こういう人たちに来てもらうと、まあ2日で終わったりするんですが、そうすると今度コンバイン。 稼働させやすすくくななってくるんですねなのでねのまあと、これはちょっと、棚田尾というのも作ったんですが、これはあの多分明日山古志村に行ったらあっちはちゃんとやってると思うんですが、こっちはあの、あの、コミュニティは作ったんですけど、まあ実質リアルのコミュニティをちょっとこう、あの、保管するような感じで、まあまだここは手探りであるんですが、こういったのもちょっと始めたりしました。 で、あとはですね、池谷はあの、えっと、雪国なので、えー、っと、空き家は結構、あの、出ていく人は取り壊してから出ていくケースが多いんですね。私が今住んでる空き家は、あの、たまたま、まあ、あの、残っていたんですが、基本的には私が住んだ空き家以降は空き家がなかったんで、えー、それでも人を入れたいってなった時に、新築でですね、こう、あの、家を作りまして、これもですね、あの、寄付を募ったりとか、 えー、いろいろクラウド、えっ、ー、と、助成金とかも使ったりとか、あと、自己資金もですね、これはあの、NPO の自己資金とか、集落にもあの、あったお金を、あの、出してもらったりとかしてですね、約1500万ぐらいで、あの、家を建てたと、えー、言ったこともありました。で、えー、っと、これ、この時もクラウドファンディングをやりました。まあ、時系列で言ったらこっちの方が先にやったんですけど、さっきのあの、トラクターのやつより。 で、完成して、まあ、お披露目会とかってやって、で、実はここにですね、さっきの新潟田舎レッジで1年間滞在するという人たちが、えー、住んだりもしてました。はい。で、地域おこし応援事業。こっちはまあ、サクッと流しますが、まあ、こういう視察とか講演とかですね、まあ、そういった依頼があったときに対応したりします。これは、あの、 結構有名な政治家が来たことがあって、の、西村さんが当時、あの、官房副長官といって、当時無名だった時代にですねえ、来たっていうのがあります。こっちは、あの、農林水産省の、あの、人たちが、大、農林大臣も来てですね、これ、あの、棚田振興法っていうのを作るにあたって、現地を視察に来たっていうのがあった時ですね。まあ、こういった偉い人が来ることもあるしえ、地元で頑張ってるですね、集落の方が来ることもあって、でここがすごく、あの、 ここの方々が来た時がすごく地域おこしの応援になったなっていうのを実感できる出来事があったんですが、この小滝集落っていうのは中越防災さんが実はあの連れてきてくれたあの方々なんですが、長野県北部地震ですね、あの東日本の次の日に起こった震災。これで被災して、まあ当時も本当にもうどん底に気分が落ち込んでたような方々が来られたんですが、集落の人とかと話をして、まあ本当集落の人が まあ、よそから来た人に引き継いでもらって、まあ、その時はもうね、あの、田んぼあの、くれてやっても惜しくないみたいな話をされてたんですね。まあ、そういった話を聞いて、もうすごい衝撃を受けられたようで、で戻ってですね、集落ぐるみで合同会社を立ち上げてですね、で、なんか表彰も受けたりとかしてですね、でこの前たまたま境村で、またなんかの、 なんかの農林課かなんかがやったあの会でちょっと私呼んでもらって行ったことあるんですがそこでここのリーダーであったあの樋口さんという方とちょっと再会をしましてですね今あの移住者も来始めたんですよとかって言ってですねもう結構すごいなっていうはいあのなのでやっぱり私どもが大事にしてるのは、まあ、なんか小手先のなんかねなんか SNS で言うとバズるような取り組みではなくてですねやっぱり本質を抑えたもう地道な長期的な にぶれずに活動すると、結果的にあの、だんだんとそういうふうになっていくのかなっていうのをちょっと感じた、あの、この小滝集落さんたちの例でもありますね。あとはこういう定期訪問サポートとかもやってた時期ありますが、最近はもうちょっと農業メインになったんで、あの、あんまりこういうことやってないんですが、あとこういう企業支援の研修とかも協力隊向けにやってたこともありました。あとですね、飛び足り地区って言って、 池谷集落を含む14集落があの飛び足り地区っていう、まあ、その小学校区なんですが、ここ、実は自分が地域おこし協力隊に来たときは、協力隊としては池谷集落だけやってくださいじゃなくて、この14集落が担当ですよっていう形で、まあ一応受け入れられたんですね。で、まあそういう中でですね、その地域ぐるみの会が立ち上がりまして、こういうお年寄りが野菜販売をする会なんですが、 その会が立ち上がって、まあ、集落またがった取り組みが、まあ、でき始めて。そうするとですね、今度お米を集落またがって出そうという取り組みもちょっと始まったりしたんですね。で、こういうのをやってたときに、飛びたり地区全体でじゃあみんなでビジョンを作る会をやりませんかって自分がこう提案しましてですね。そして、まあ、半年ぐらいかけてね回しをしてですね。で、説明会とかやったりして、まあ、やったんですね。で、このときに、この広報と人口予測の話をしたら非常にちょっと反応が良かったんで、 ですが、これはあの、あの、5歳ごとの男女の年、あの、人口をですね、その5年前と今を出すと、なんか自動的にですね、なんかあの、今後将来こういう風うになりますっていうのが自動的に出る、そういうのがあるんですね。で、このまま行くとこうなりますねって、この地区全体として、飛びたり地区全体としてですね。でもこれが仮に年に、まあ、 一組30代前半の夫婦が4歳以下の子供を連れて UI タン。これってまさに私のケースと一緒ですね。あの、当時私はあの32歳で、あの、夫婦で子供が2歳でしたから、あのこう、こういうパターンの人が来て、で、あとは20代前半の夫婦があのアイ、廃胆、UI タン。5人ですね。五0 0人規模ぐらいの地域に5人、えー、毎年1%ずつですね。 人があの来ると、この人口の減り方がだいぶ収まって、さらに将来的には若返りますよというですね。まあそういった話があるんですね。これあの人口、え何、ー、ですか、えっ、ー、と、田園回帰の1%戦略っていう本があるんですが、その1%ですね、まさにその1%に当たる人が来ると。これはですね、あの、なんか市町村単位で何万人とかってやって、 すると、もうなんかもう本当数字の話でしかな,な,な,ならなくて、全然具体性がないんですが、この地域の中で、ふ、二組来たらっていうと、じゃあこの、あの長男がか帰ってきたらいいのになとかですね、あそこの空き家があるなとか、その数字の話から現実の話とこう結びつきやすくなるんですね。なので、こういう話をした上で、こういうワークショップをやったんですね。そうするとですね、 農業、交流、福祉、教育の3つの部会に分かれて何か取り組みをしましょうっていう話になったんです。ただ、これがですね、残念ながらですね、今交流と福祉、教育の取り組みはなくなりました。なんでかというと、こういうワークショップやって何か取り組みやるって言った時に、必ずその話し合いをやる、あの、何かファシリテーターを呼ぶ費用が出るのと、あとはあの、その計画を実行するための補助金が出るじゃないですか。補助金が出てる間は、こういう活動が、 続くんですけど亡くなななくくっっったた途端にやっぱり続かなくなったんです、ね、ですすねが、農業の取り組みだけは今も続いてて、あの、これはやっぱり経済性とちょっと、あの、リンクする活動になったんで、まあ続いてるんですが、詳しく言うと、あ,あと、あの、こういう取り組みの時って先進地視察とかで、まあ旅行気分でみんなで行くと結構盛り上がったっていうのがあるんですが、ここでですね、農業部会は沖縄に米を販売するための商談というのが出,出まして、これはなんで出てきたかというと、 この人がですね、沖縄から向こうに来た人がたまたまあの、この地区に住んでたんですね。で、なんか米を売りたいよね、みたいな話が出た時に、えー、後日ですね、沖縄でこういうあの、こうお米が欲しいという話があるよっていうのがあって、えっ、ー、と、今年は今あの、福、まあ、ま、えー、実は今日もですね、あの、沖縄にお米を出荷、あの、してるんですよ。別の場所でですね、あの、我々の取り組みで。で、これがですね、例年、あの、 600票ぐらい。多い時は1200票を送ったこともあるんですが、えー、今年はやっぱりあの米を高値で買い漁ってる人もいたりとか、あとあの、イノシシとかが増えて収穫量減ってるとかいうので、ちょっと米の集まりが悪くて、まあ今年はちょっと600票いかない程度ぐらいの出荷になるんですけれども、まあそれでもですね、もう米の値段がめちゃくちゃ跳ね上がってですね、去年1票2万円ぐらいだったのが、今年あの、 3回目に送り込みは2万9000いくら払いますとかって言って、結構すごい状態になってるんですが、まあこういうですね、お米を販売するための商談があの生まれました。で、これは最初飛び足り区の会でやってたんですけど、去年から、あ,あ、去年かおととしから、その会も、なんかあの、うちの NPO にこの、あの、お米販売の事業を引き継ぐってことで、うちの NPO があの、 この米の販売の運営をすることになったんですが、まあ、なので今続いているわけですね。で、あとは、あの、姫路のスーパーにお米を出荷するっていうのも、まあ、ここで始まったわけです。で、沖縄にお米を出荷した利益でですね、あの、オリジナルビールを作りまして、これは、あの、うちらのところと、もう一個、あの、飛び地区で、あの、無農薬で米作ってるところがあるんですが、その無農薬のえ中米っていう、あの、ちょっと古い下の米ですね。 これを、の工事にして、その工事を材料にしたビールを作ったんですね。これが非常に好評でですね、あの、一回だけその、この、この、えっと、ビール会社の社長がいるんですが、この人も実はあの、元ここの地域の地域保守協力隊の人だったんですが、この人が、あの、今はあの、クラフトビールの会社を作って社長をやってるんですが、この人が、その、自分の会社のタンクを増設するためにクラウドファンディングをやってる クラウドファンディング100万円やってくれたら、オリジナルビールを、あの、もう一樽分作りますよっていう、その返礼品として、あの、オリジナルビール作ったんですが、あまりにも好評なんで、レギュラーで入荷されてて、あの、毎年作ることになったというですね、まあそういったこともあります。なんでまあ一つのですね、その集落外の地域おこし応援みたいな要素があったりとかします。あとはですね、冬の仕事でですね、もういよいよもって除雪も人手不足になって、で、山本さん経由で、まあある建設会社から、 地域おこしには一応3人、あの、大徳の免許を持っている人がいるんで、あの、除雪のオペレーターやらないかみたいな話を持ってきてくれまして、で、その、除雪のオペレーターもですね、冬場にやるというですね。なので、この仕事ができたことによって、で、あと、米の面積が広がって、あと、直販の、え、量も増えてきたことによって、だんだん NPO の経営が安定してきましてですね、今では、ちょっとこう、お金に対して、あまり救急とすることがなくなってきたというですね、形になっています。 で、この除雪の人手不足の話を受けて、他の市内でもですね、やっぱり除雪のオペレーター不足が結構課題になってたんで、あの、十日町市でですね、こういうトモワークっていうのをいろんな事業者をああの集めて作ってですね、これはどんなものかというと、総務省であの特定地域づくり事業協同組合という制度があるんですが、これを十日町でやって、私がこれの代表に今なっているんですが、農業者とか、宿とか、 建設会社とか、そういう人たちにが集まって、えー、この組合を作って、今組合であの7人雇用して、で、うちにもあの農作業の人手としてですね、あの、来てもらってるんですね。これ本当にありがたくてですね、たまたまうちに来た人が9年間ぐらい別で農業法人でやってた人で、もう普通にコンバインとかトラクターとかもう何も教えなくても運転できるというですね、あの、なんならあの、 こっちに来た移住者の人よりもキャリアが長いんで、ちょっと詳しかったりするというですね、非常に即戦力の人が来てくれて、これもたまたまだったんですが、もう非常にありがたいというですね、まあそんな状況になっています。ちなみにこれもですね、さっきあの中越防災さんがその移住施策ってやっぱりこう段階で考えないといけませんよっていう、その総務省も今はなんかこう段階的に体系的にこう制度をですね、位置づけてるんですが、まさに定住に一番近寄ってる部分のえ取り組みとしてですね、こういったのがあると。 で、まあ、いろんなそういう取り組みをしながらですね、2015年の3月末の時点で、まあ、こういうビジョンが、あの、5年後の池谷っていうのに書いたビジョンが達成しましてですね、そうするとですね、集落の人はですね、いや、多田,田さん、ちょっとそろそろまた5年経ったんで、またビジョンを考える会開いてくれや、って言ってですね、こう集落の人からそういうことを言ってくる。 えー、ということで、で、今度は3年後のビジョンを考える会にしてくれって言われて、なんで5年じゃなくて3年なんですかって聞くと、いや、俺たちももう80近くなって、ちょっといつまで生きてるかわかんないから3、3年だったらとりあえず頑張れるからっていうことで、3年後のビジョンと。で、これをこう、えー、何回か作ってですね。で、ここからここの間は、皆さんご健在だったんですが、ここからここで 4,、ね、4名の方が亡くなって、で、こからここで、 何名亡くなったかな多分、さらに2、2 3名亡くなったということでですね。結構、その、やはり寿命がきながらですね、こう、世代交代をしていってるのかなというところですね。で、ちょっとですね、あの、ここの棚田保全、まあ、これどこの地域とかでもそうなんですけど、こうちょっと体系的に見ますとですね、やっぱ棚田を保全するにあたっては、こう生産者が個々に管理してるっていうのから、ちょっとずつ外部の人を受け入れる。でこれはボランティアとか不定期の通いであるということで、 えー、いう人をまずは受け入れ始めると。で、そうなってくると、地域の人もそういう人に慣れてきてですね、今度はもうなんか後継者をね、外の人でもいいから継いでもらいたいっていうやっぱ流れができ始めてくるわけですね。そうすると、今度は人件費の補助とか期限付き在住っていうのは、これ例えば地域おこし協力隊みたいな制度とかですね、こういうのを使って、まずは後継者が入ってくると。で、それがだんだんと、ん進んでくると、世代交代。 一応、池谷集落は世代交代をし始めた状態にまでこう来た感じですね。経済的にもまあ、給料そんなに高くはないですけど、まあ、生活はできるぐらいの給料が、は、あの、ちゃんと払われる状態にはなってるんで、まあ、あの、安定的にですね、なっていくっていうところを目指していくっていうのは結構大事なのかなと。で池谷でいうと、これがまあ、あの、ボランティア受け入れが2005から2009年ですね。ここが2010年から2018年ぐらいがこう,こういう感じ で、2019年以降、世代交代。で、これが、あの、復興デザイン計画というのをですね、まあ、この時に作成して、で、5年後のビジョンとか、3年後のビジョンとかですね、こういうのを作りながらやってたと。で、あとですね、結構大事だなと思うのは、こういうの関係、これあの、国土交通省のなんか関係人口に関するあの資料の中で、この図はすごい、あの、大事だなと思ったんで、ちょっとお見せしますと、 これ地域側の関係案内人で、例えばこれ山本さんが、我々が来るときの、あの、関係案内人で、こっち、ジェンですね。あの、<laughs> ジェンが、ちゃんと、まあ、ジェンが仲介して、こことうまくつながって、こう来たみたいな感じですね。で、あと中越防災さんも、インターンの人を呼び込んでくるときに、こういう感じで、で、こっち NPO で、まあ、と、あの、 だんだん山本さんから私がこう受け入れの案内に変わっていくんですが、まあ、そういう形でですね、あの、やっぱりこういう、あの、地域側にも関係、その地域の集落の人と外の人をつなぐ意識の高い、えー、地元側の人間がいるかどうかっていうのが非常にやはり重要になってくるなと思うわけですね。こういう人がいるから、外の、えー、外から人を呼び込んでくれる団体の人が非常にやりやすくなるというですね。 えところがあるんじゃないかなと思います。ということで、ちょっと時間になりましたので、<laughs> 一旦終了とさせていただきます。